エミさん、エミさん、それ筋トレする前やから、そう寝転んでる前ちゃうから、寝転ぶやったらこう ソファーで寝転ぶさ。何ですか？最近そんなね、ゴロゴロしてるエミさんに質問が来るんですけど。ずっとゴロゴロしてるわけじゃないし。年の差を感じないために夫婦で励んでることは何ですかってね、結構多方面からいただくんですけど、うん、年の差で励むことってやっぱ年下の男性よりかは年上の、まあ、男性女性の方が年下に合わせるために励んでることがあると思うんですけど、うんうん、なんかありますそんなんて。そんなんいっぱいあるよ。そんなんもタリアジの指使わない使わなあかんぐらいあると思うよ、そんな。で、まあその中で、まあ、特にこれっていうような何個か言ってくれ。まず年の差を感じさせへんように、うん、なんかこう日々暮らしの中で、うん、私とカイちゃんの温度差がないように、うんうん、2人で生活していく中で温度差があったらあかんと思う、うんうんうん、で私はすごい大切にしてることがあって一番、うん、でも記念日、あ、記念日って結構多分皆さんいっぱいあるでしょ。お互いの誕生日、はいはい、結婚した日、付き合った日、ね、飼ってるペットちゃんね、可愛い家族、お子さんの誕生日とかするとさ、うん、下手したら2ヶ月に1回ぐらいさ、だってバレンタインもそうだしそう、クリスマスもそうだし、お盆もそうかもしれない。そうだからそういうこと考えると毎月なんかさイベントありますね。そのイベントっていうのは相手を喜ばすことも自分も喜ぶこともっていう意味で、こう温度差なくさ楽しめるっていうので、なんかすごいそれを大事にしてて、うんうんうん、それはもう私もですよ。どういう風な記念日にしようかな、どう楽しんでもらおうかなっていうのは、お互いにこう考えやってるわけやんか、うん、だからまあ思い合うっていう気持ち結局などこまで行ってもやっぱ相手を思いやるっていうのが、うん、その精神的には大事なんだなと思うんですけど、うんうんうん、なんか他にもなんか肉体的なのとかってあります？あるよ。見て今結構付き合い始めた頃は年の差を感じないように、例えば美容であったりとかさ、うんうんうん、スタイルとかさ綺麗にならなかったとか、うんうんうん、なんかちょっとでも若く見えるようになんかそういう風に思ってきたんやけど、50歳になってからさ、うん、すごい考え方が変わって、もちろんその綺麗でありたいっていうのは前提にありますけど、まあまあ、それよりもあるんすよ。これこそザ・年の差やなって思ってることがあって、うん、私の考えがそう変わったのね、うんうん、やっぱ21年が離れてるから、うん、と例えばさすごい高い山に登らないといけない、まあちょっとこの間ね2人でちょっとすごい行ったね、海の上の上 の神社まで行ったじゃない。最後まで登り切ることができたわけ。少しでもカイちゃんとの残りの人生の中でなんかあそこへ行きたいとかここへ行きたいって言った時に、エミさんあんまりダンス上がられへんしなとか、やっぱさなんか知らんうちにまあカイちゃんの選択肢をそれはもちろん気にはしますわね、当然。でもそれは全然いいんだよ。できれば少しでも長く自分の足でしっかり歩いて、うん、カイちゃんとの人生を楽しむっていう意味では私は筋力をつけたい、なんかすごい痩せたいとかダイエットしたいっていうのは一切なくて、ただ筋力をつけたい。だから私ちょっと痩せてるってカイちゃんにすごい言われだしてから、はい、今ちょっと体重を増やすように筋肉をつけるっていう意味で、はい、こう筋トレしたりとかはしてんねんて、してるねんけど、こう家でできる筋力をつけることっていうのってもう限られてるんですよね。ジムとかフィットネスとかめっちゃ憧れてんの。もう車に通るたびに言うもんな。ジムとかいっぱい。何件もあるしね、しかも。機械使ってみたいとか、こんなんやってみたいねんけどとか、こんなんやってみたいねんけどとか言っていつも言うやん。はい。なんとですね、そんなエミさんにですね、めちゃくちゃいいお話をいただいてですね、はい、フィットネスであのカーブスっていうの知ってますか、先生？知ってますよ。言ったやん、この間も。行きたいって。私らが行く、いつも行く、あの、ショッピングのモールの中にあるんですよ。あります、あります。しかも結構、まあ、めちゃそう言ってるよりめっちゃ有名じゃないですか。うん、ハードな運動もないし、まあ、女性専用なんで、うん、男性がいないでね、まあ、気楽にうんうん、うん、できるんじゃないかなと。男性いるとちょっといろいろね、いろいろ問題が。先生だってあるじゃないですか。カード屋さんで働いた時ね、男性の嫌なとこわかるじゃないですか。やっぱりこうね、やっぱ女性っていい匂いしますね。それもありますからね。実体験ですからね、これね。うん、そんなね、カーブスに体験に行けるということで。じゃ
なんですよ、そのままで行こうかなと思うんで。これで行っていいの？それで行って、いいよ、それでいいんで、ちょっと体験しに行きましょうか。はい。そしたら。はい。まあ、先生、もう行ってください。はい、行ってきます。バイバイ。一人で？二人で行くよ。バイバイ。到着しました。こちらデン・カウスさんでございます。はい、都立大学さんですね。はい、あのですね、まあ、カウスさんっていうのは今私こう見てもらったら分かるようにですね、こんな感じで買い物帰りとかこう隙間時間こういうラフな感じでもちょっと飛び込んでいつでもやってもらえるっていう感じなんで、私も今日、はい、ピュッとラフな感じで、はい、ちょっと行かしてもらおうと思います。なんですが、これちょっと女性専門のね、はい、そうです、フィットネスなんで僕は行けないんで、エムさんだけ体験してもらって。でもちょっと最近おばさん説出てますけど行けるんじゃないですか。私だけ行ってきたいと思います。はい、じゃあ、はい、こんにちは、若野恵美と申します。恵美さんですね、お待ちしておりました。はい、よろしくお願いいたします。今日お忙しい中ありがとうございます。すごい楽しみに。ぜひ今日楽しんでてください。よろしくお願いします。はい、私ちょっと4月に、まあ、すごくずっと働き詰めだったんですけど、4月に非常にハードワークの仕事を辞めてからっていうのは、仕事してたら、まあ、それだけでも筋肉を動かしてるっていう感じだったんですけど、まあ、仕事辞めてからっていうのはやっぱりこうちょっと歩いただけでも疲れやすいとかなってきてるんですよね。だからこう筋肉が落ちてきてるんちゃうかなとか不安に思ってるんですけど、でもそういうふうに感じてることがすごくやっぱり大事で、はい、やっぱり筋肉って実際30代盛りに特にどんどん筋肉って減っていくんですよね。でも筋肉って実は何歳になっても取り戻せるんですよ。わ、筋肉取り戻せるんですか？そうなんです。取り戻せるらしいですよ。寝てたらダメですよ。寝てたらダメです。なるほど。はい、これね、ぜひ楽しみに筋トレやっていただけたら。はい、わかりました。入ってびっくりしたんですけど、はい、こんなにぎっしり機械が。そうなんですよ。これ全部でなんと12種類あって、全身の筋肉をくまなくトレーニングできる。はい、で実際にこの機械では筋トレをやって、はい、この四角いボードでは有酸素運動を歩くんですけど、これを両方やることで効果的に30分で成果が出る運動ができます。で、ところどころこう、そうなんです、これを挟みながらやっていきます。なるほどです。はい、じゃあ実際やってみましょうか。はい、じゃあまずこちら1台目なんですけど、はい、上半身でこの肩周りの筋肉を鍛えていきます。へー、はい、リラックスしていただいて、はい、行きまーす。で、この辺、はい、はぁ、で、そう、はい、上げます。はい、はい、下げます。へー、これは自分のスピードには重さが変わります。なのでスピードアップすると負荷が重くなります。あー、なるほどなるほど。はい、上げます。あ、ほんと、はい、下げます。グッと下げます。そう、はい、コントロールできるんですね。そうなんです。すごい、お上手ですね。ありがとうございます。はい、バッチリ。はい、上げて、おー、すごい。はい、グッと下げて、はい、そんな感じで、これを30秒やっていきます。あ、なるほど。はい、OK です。はい、皆さんバッチリです。じゃあ次に こちらに来ていただいて、はい、有酸素運動を行っていきます。はい、で、この筋トレと、はい、この有酸素運動交互にやることで、通常の有酸素運動だけやるよりも3倍の効果が得られるんですね。そうなんです。なので、この30分で効果が出るっていうのもこの秘密があるわけなんです。なるほど。ここはしっかりと歩くところで大丈夫です。はい、じゃあ次はあちらになります。はい、これも痛みのない範囲でしっかりと上げ下げ、ももとももの裏と鍛えていきます。はい、はい、上げて、はい、はい、はい、下げます。ギリギリまでいけるとさらに効果的です。はい、バッチリ。はい、 OK です。そしてまたエミさん、もう一回ここでまた有酸素運動繰り返していきます。きついのは、うん、続けられへんはやっぱりあるかもしれない。やっぱりどんな方でも女性が続けられやすいっていうのがやっぱり皆さんの目標で、実際継続率 97% なんですよ。実際やっぱり続けてちゃんと成果出た方は10キロした方もいらっしゃるんですよ。今やらせていただいて、はい、じんわりなんですけど、うん、どん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 最後に行くにつけて、もう今汗がいっぱい流れております。お肌もツヤツヤになってます。お疲れ様でした。いえいえ、本当に激しい運動っていうのはなかなか続けられないし、うん、できないと思うんですけど、これだと続けられるんじゃないかなっていうのをすごく感じました。ありがとうございます。はい、いえいえ、一緒に、本当少ない時間でしたが、もう友達になれたら嬉しいです。楽しく
せていただきました。ありがとうございました。一体このカーブスさんってどれぐらい全国に店舗あるんですか？カーブスは約1000店舗になります。1000店舗、北海道から沖縄まで。日本では多分運動施設としては一番多い施設になってます。でも私が住んでるところも2店舗ぐらいあるんです、うん、ありがとうございます。なので気づきだった。有名なので知ってたんですけど、いえいえとんでもないです。40代とか、うん、まあ、50代の人ってなかなかこうジムとかって若い人がするっていうイメージで、うん、なかなかこう行きづらいのがあると思うんですけども、うん、このカーブスさんは、まあ、男性もいらっしゃらないし、女性の方にこうマンツーマンでついてもらって非常にこうやりやすいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、帰ってきました。はい、帰ってきました。いやもう帰りはねもうめちゃくちゃ早かったんですけどね、行きね各駅停車でね帰りの2時間ぐらいかかったな、あれ。快速とか乗らなかったね。快速乗らなかった。駆け入れたらもう、そんなんやったもん、やっぱり。いい勉強になったね。ありがとうございます。はい、ですね、どうでした？実際体験してみて。家での筋トレっていうのは、独学じゃないですか。どこを使うとかもわからん。ただ、こう映像を見ながら、独学でやるんですけど、今回は、インストラクターさんが、こう機械の使い方、どこの筋肉を意識して、どういう呼吸法でやるかとかいうのも、全部こう、隣で教えてくれるんですよね。なので、なんかすごいこう、あ、ほんまに効いてるとか、すごい実感ができて、で、めっちゃ褒めてくれますし、ふみさんいいですよとか言われたら、もう手離したあかんとこでも、こう手離しそうなぐらい、嬉しくなったりとかして、楽しく体が動かせたというか、感想ですよね。やっぱりさ、この40代、50代、60代と、年を重ねていくごとに筋力って自然と落ちるんですよ。で、落ちると、やっぱり代謝っていうのも減るじゃないですか。なんで、なんぼダイエットで、こう食事でコントロールしようと思っても、なかなか成果が出ない。でも、こう、運動しようと思っても、きつかったり、ちょっと寒なってくると、めんどくさいなとか思ったりするじゃないですか。そういう方がみんなやってるところで、楽しく、無理なく、ほんまに楽、楽って言ったらダメですけど、私が想像するジム、なんかもう、こうやってダンベルを、ね、私が想像するジムとは、もうテント地で、本当に油圧式で、ゆっくりした負荷を加えて、ゆっくりして負荷して戻すみたいなんで、でもめっちゃ汗も出るし、達成感もあったんで、一回ね、試してほしいなって思います。今ならですね、概要欄、コメント欄の最後からですと、1ヶ月間、無料で体験することができちゃいます。これは、やっぱり、カブさんが自分に合う、合わないがあると思うんで、そういう不安な方のためにもですね、1ヶ月間、無料で体験していただけるっていうキャンペーンになっているわけです。毎日通っても、1週間に何回か、隙間時間だけ通っても、全て追加料金なしの無料になります。ただですね、1ヶ月無料のキャンペーンは10月末まで。そうなんです。で、この投稿がおそらく29日なので、31日までなんですけれども、この間にですね、さっきの概要欄とコメントから、のサイトから登録してもらったら、そしたら11月が丸っこ。無料体験できるということなので、試してみてください。で、その無料体験でも、まあ、コーチにサポートしてもらいながらできるみたいなので、行く回数が多ければ多いだけ、効果も実感できるそうです。そうですね。全国の店舗が対象なんですが、1店舗につき先着30名様限定らしいので、まあ、お早めにしてくださいということなので、まあ、もしね、今回このエミさんの体験見て、まあ、よかったな、ちょっと私も行ってみようかなって思う方は、ぜひ、行ってみてください。はい、ということで、はい、それではまたもう今度からこうやったらもう終わっちゃう。エミさんこうやってくるのちゃうマシン一回やってみる。服装またやらへんのかやらへんのか。バイバイ、バイバイ。